モテサイクリストを目指そう、夏の街乗りコーディネート編です。リンリン、はい、こんにちは、森氏です。今日はね、おしゃれなサイクリストをちょっと目指してモテていこうっていうテーマなんですが、ね、なかなかこんな汗だくになってるおじさんが一生懸命おしゃれして走ってるところで女の子はキャーキャー言うわけないんですよ。だからまあモテないんだけど、そもそもね、自転車って乗ってるだけで脳内のなんだエンドルフィン、ドーパミン、アドレナリン全然違うじゃないかよ。アドレナリンがすごい出るスポーツで、気持ちがすごい高まっていきますよね。そうそう、僕の体験では朝出る前仕事行くの嫌だなと思って、30分漕いで会社着いてる時すごい盛り上がってるんですよね。漕いでる間もなんかこう仕事のこととか考えてても前向きな発想しか出てこないし、こんなにこういいスポーツないなと思うんですが、せっかくそんなね、エンドルフィン、ドーパミンが出るスポーツなんで、服装もやっぱりね、もう盛り上がる服装してこうよっていうふうに思うんですよ。で、サイクリストって夏に限らずか、なんか汗かくとか汚れが気になるとか、まあそれこそ自転車のねオイルとかついちゃったら嫌だなとかで、どうしても黒を基調にしたこうなんとなく暗い色でね、こうまとめがちなんですよね。まあサイクルジャージ以外の街乗りっていう面においては、なんだけど、やっぱそれだとちょっとねつまんないなと思うので、今日はなんかその辺を少しこうアレンジしましょうよという提案をしていきたいと思います。服装で気分を盛り上げたい人、少しでもモテたい人はぜひ見ていってください。東京ウィルズのチャンネルでは、まあこういった街乗りのコーディネートっていう切り口でね、いろいろこう提案してますので、ぜひ YouTube このチャンネルの方の登録をまずポチッとしていただけることをお勧めいたします。それではまず1個目のスタイルいってみましょう。はい、まず1個目のコーディネートですね。まあいつもだったらこういう感じかなと思うんですが、一点豪華に行きたいのでこいつを着ましょう。こいつです。僕がローソンシャツだっつって楽しんでた青いやつの色違いのこういう黄色、ちょっと風が強いんでバタバタなっちゃいますけども、まあ、こういうやつをね、一発羽織ってあげると。サイクリストってどうしてもなんかこういう黒とかね、自転車汚れとか汗とかでこういう格好になりがちなんですけども、夏なんでね、こう思い切ってこう一点豪華なやつを着たいなっていうことで、こういうのを羽織ってしまうというのがいいかなと思います。こちらなんですが、サイクルジャージなんでこれ締めちゃうとね、ちょっとヘンテコリンな感じになるんですよね。出ちゃう。まあこれ中に入れてきてもいいんだけど、ただ夏だと暑いから中入れたくないと思うんで、ウィンブレっぽくこう羽織ってあげる感じでいいんじゃないかなと。羽織るだけでかなりおしゃれ感出るんで、まあこういった感じで着てあげると。中に着てるのはウールとコットンで半分ずつぐらい梱包になってて、ウールって吸汗速乾性も高いし抗菌作用もあっていいんですけども、夏だとちょっと暑いとか、バンバン洗ってるとやっぱりどんどん縮んだりするんで、まあ、その辺を改良されて良くなったのがこのデオドライドティーって、うちのオリジナルの T シャツなんですけども、耐久性もあるし、ウールの抗菌防臭効果もあるし、両方のいいとこ取りしてるのがこちらです。だから夏とかにさらっと1枚で着てあげるのもいいんだけど、まあ今日はね、その上にこういうのを羽織るという提案ですね。で、あとパンツはまあ以前紹介して今バカ売れしているカフェライドショーツ、エトナですね。水をすごい弾くんですよ、これ。ベージュとブルーは見たことある方多いと思うんですけど、実は黒が遅れて入ってきてますんで要チェックです。サイクリストっぽいところを1点プラスで追加するという意味で、ボアダイヤ付きのイザドアのスニーカーを履いてます。別にこれが何なんだって話なんだけど、なんかこうほらサイクリストっぽいじゃないですか。ということで、まあ最後にこれを足すという感じで、街乗りコーデの一発目ですね。まあこっちの黄色だったら決してローソンにね、出社しないでも大丈夫かなと思います。これでローソン入っても多分店員には間違えられないと思いますんで、安心して、まあ、ちょっとこの辺がね、若干こうお兄さんって言われちゃうかもしれないけど、気をつけてねっていう感じです。あとね、これめちゃくちゃ伸びるんですよ。ストレッチすごい効くんで、これまず一発目。同じテーマで2個目。はい、次はね、この格好ですね。この格好にワンポイント足すんですが、さっき下は一緒で、上はコーデラっていう摩擦に強い糸が入っているストレッチのすごい効いてるインナーなんですね。インナーと言いつつ1枚でも全然吸汗速乾性も高くて UV カットもあってっていうすごい機能があるんで、まあ、この格好出してもいいんだけど、これだとちょっと夏のねおしゃれとしてつまんないということで1枚足します。これですね、例のリンプロのね、野菜クールアロファをね、ちょっと着てみました。柄がすげえ強いんで、これで街中歩くっていうと、まあまあおしゃれさんとか、まあそういうのに強い人じゃないとなかなか難しいんだと思うんですけども、僕なんか結構恥ずかしがり屋なんで、これ着て街歩くってちょっと難しいと思っちゃうタイプなんですけども、自転車で街中走るんであればね、別に一瞬ですから、これぐらい派手なやつの方がかっこいいじゃないですか。で、夏っぽいし、自分の気分も盛り上がるしっていう意味で、まあ、この野菜クールアロファをね、バシッと決めてあげると。で、まあ他をね、結構黒で押さえてあるんで、これにまた赤のショーツに青の靴下みたいな靴をまた白でとかって変えてっちゃうと、全体派手になっちゃうんですけども、まあ、全体黒に絞ってあげて一発パーンと明るい色を入れてあげるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。あとメッセンジャーバッグね、これバックジャックのメッセンジャーですね。街乗りですから、まあこういう感じで軽快に走るっていうのがおすすめです。
前の2つのスタイルはどちらかというと一点豪華、ちょっと派手なものを取り入れて気分盛り上げていこうぜっていうような提案ですね。じゃあ3つ目いきたいと思います。こちら、はい、3つ目です。一気に変わってこうアウトドアスタイルですね。で、僕ら東京ウィルズではやっぱ自転車向けの服っていうのをいろいろ揃えてはいるんですけども、自転車専用の服ばっかりつまんないんで、まあ、街中で着れるもので自転車にも着れるものっていうのもいろいろセレクトして置いてるんですね。このアンドワンダーとかティラック、クレッタルムーセンとかいろいろ置いてるんですけども、やっぱりね、普通の洋服で自転車用に作られるものっていうのを探すのってかなり大変なんですよ。なので、まあ、やっぱアウトドア系の特に、ね、山系のもの、登山ってちょっとね自転車と似てるんですね。汗をかいたり気温の変化で長時間外にいるとか、まあ、そういった意味で山系のブランドでかっこいいもんっていうのもね、比較的自転車で流用できるよってことで僕らセレクトしてきてるんですけども、まあ、その中でもね、皆さんご存知の山系ブランドでアーバンな匂いのするっていう意味で言うとアンドワンダーですね。で、まあ、そのアンドワンダーの服を自転車にも流用するっていうのが今回のスタイルです。何が一点豪華なんだっていうと、こいつ実はリフレクターをめちゃくちゃ使ってまして、全面実はリフレクターです。で、ここリフレクターでしょ。で、この辺も全部アンドワンダーのバッグなんで、この辺も全部リフレクターってことで、夜間になるとめちゃくちゃピカピカ光るというようなねコーディネートになってます。で、まあリフレクターがあるよとか1.5かっていうのはさておき、自転車の乗るときにこういうちょっとこうアウトドアっぽいのでおしゃれっぽいもので乗ってあげると、普通のね自転車の利用の服だと結構ピチピチタイトなのが多い中で、まあ、少しこう違った雰囲気に乗れるっていう意味でも、まあ、人との差別化にはなるのかなと、おしゃれサイクリストっぽくなるのかなというご提案がこちらですかね。で、素材もねやっぱいいんですよ。これリフレクターパーンとありますっていうので、でパンツがねやっぱねすごくこうライトウェイトで少しこう脂肪感があるの分かりますかね。なので吸汗速乾性が高くて、あとこう汗がベタつきにくいんですよね。で、裏がメッシュになってて動きやすいと、で非常に軽いっていうことで自転車にも最適かなと。あとね、このバッグはねかなりおすすめしたいんですよね。僕も昔よく使ってたんですけども、非常にこの軽いんですよ単体で。なんでかっていうと、このナイロンがねすっごい薄くて軽いけど強度のあるナイロンで全体を作ったので、いわゆるコージラナイロンですとかなると結構バックボリュームが1キロ超えてすごい重たくなったりするんですけども、こいつ確かね1キロ切ってたと思いますね。で、なるべくまあ荷物ね背負って走るのを軽くしたいじゃないですか、まあ、そういう意味では非常にこうバッグの重さが軽いのでいいっていうのと、あと細かい機能がねすごい、ここにサコッシュみたいのがついてたりとか、これも実はね付け替えるとこう前にも付けられるんですね。背負ってこの前につけたりもできたりとか、あとはここの開く口がこうすごく大きくてバカッと開いたりとか、あとサイドにこういうメッシュですね。今山系のバッグだとこの辺のメッシュついてるのすごい流行ってますけど、まあその先駆けだったりもします。あと細かいところでこういうちょっとこう細かいもの、 iPod とか鍵とかね、そういうのを入れるようなものがついてたりとか、非常にこう作り込みが実は効いていて、おしゃれなだけじゃないんですよね。なのでこのバッグも自転車でもめちゃくちゃ使えると。で、この細かいこの糸、この糸の部分が全部リフレクターになってます。実は白い点々になってますよね。これが全部リフレクターなので、まあ、本当に夜間でも結構この辺光ってくれるので、まあ安心かなという感じですね。で、足元は、まあ、それに合わせてオンのシューズということで、まあこの格好まさにもう山トレイルランができる格好だったりしちゃうんですけども、そのまま自転車に乗るというようなご提案になってます。なんかね、夏なんでね、少しこうゆるっとした感じもやっぱりすごく楽なんで、あと自転車を離れた時、僕らの定義の街乗り用の電車にも乗れる洋服という感じになるので、まあおすすめじゃないかなと思ってます。はい、という感じで3つ目はねちょっと毛色が違ったんですけども、まあアンドワンダーというねおしゃれアーバンアウトドアのブランドを使ったスタイルでした。この他もね、さっきのはショーツスタイルでしたけども、例えば夏でもロングパンツがいいよとかいう人も多いじゃないですか。そういう方は例えばね、ロングパンツのイエローを使ってこんな感じ、アンドワンダーのねイエローのパンツってなんかアウトドアを意識してるからか色味もいいですし、あとなんかパキッとイエローじゃないんですよね。なんかこう自然に馴染むというテーマなのかわかんないんですけども、だからすごくねおじさんとかでも履きやすいので、これもまあ一点豪華主義と一緒でイエローのパンツパーンと取り入れましょうよっていう感じのコーディネート。あともう一つこういう感じもいいですよね。これなんかは白のパンツなんで汚れ気になるとか言い出したらもう気になっちゃうんですけども、ただこれねアウトドアで使えるようにっていうことでアンドワンダーが作ってるので多分汚れとかにも強いと思うんですよね。で、何よりこの今紹介したこの2つのロングパンツ、吸汗速乾性がすごい高いですし、めちゃめちゃ軽い生地なんですよ。だから夏とかに履くに最適なんで、例えばまあショーツ以外であればこういったコーディネートっていうのもありじゃないかなと思います。はい、という感じでね、今日はおしゃれコーディネートを3つご紹介しました。まあ1つ目はなんとなくいつもの格好、まあ機能的なものを使った黒をベース、ネイビーをベースにしたものに、まあ一発豪華なものパーンと入れましょうよという形のコーディネート。2つ目がスタイリングとかで紹介しましたけども、まあなんとなく自転車用じゃないんだけど自転車用としても使いやすいアーバンアウトドアのウェアというのをね、これをうまく使っていこうという提案でした。これからねどんどん夏が暑くなっていくんで、自転車ねなかなか大変にはなるんですけども、そうは言っても自転車乗りながら汗
汗バーバーかいてる感じってすごく気持ちいいので、まあそういう意味ではそのおしゃれして気分盛り上げながら自分を高めていくというふうにやっていくと、まだまだ自転車楽しめますんで、ぜひね、おしゃれの方にも気を使ってやってみてください。というわけで今日の動画は以上です。いいねと思った方はいいねの方と、あとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとこういったスタイリング、街乗りのコーディネートだったりとか、あとはサイクルジャージの着こなしだったりっていうものも、インスタグラムの方でね、いろいろ提案してますので、東京ウィルズというアカウントでやってますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。森氏でした。バイバイ。はい、ありがとうございました。実は東京ウィルズのオリジナル T シャツ結構こういっぱい出てるんですよ。みんな大好き自転車大好きおじさんの図柄とか、これもね人気あります。アインシュタインの名言をプリントしたもんとかで、去年リリースしたのがこちら、かの巨匠ピッチーボムスナップっていう本を出していらっしゃるイラストレーターの谷本陽子さんにね、書いていただいた東京ウィルズのロゴ T シャツと、男のリゾートスタイル。これなんかもうまさに谷本陽子さんの、まあタッチが生きていて、谷本陽子さんファンにはすごく受けてる T シャツなんですけど、リンプロのロッキーもね、谷本さん大好きなんですよってこれ買ってましたけど、まあそういう谷本さんファンにはたまらない。これ結構ドレス系のジャケットとかが好きな人って谷本さんのファンが多いんで、結構この辺買ってかれて、ドレスパンツに合わせてこうやって夏着ていらっしゃる方も多い T シャツですね。で、こちらになんと、新色が出まして、まあ、ロゴ T でね、ついに待望の白に黒っていうのが出ました。この着やすいやつをなんで今まで出してなかったったって話なんですけども、いつでも着れるのは最高だよねっていうのが一つトピックなんですが、実はもう一つめちゃくちゃ大きいトピックがありまして、まあ、わかってるかな？こちら。この新しい T シャツがね、今シーズン出たんですね。これもね、なんと谷本陽子さんのデザインでございます。あんだけね、巨匠なんで、お願いするの結構緊張するんですよ。あんまり簡単なことも言えないし、あんまりこうその出てきたデザインに対して、いや、こうした方がいいんじゃないですかっていうのもすげえ言いにくいし、出てきたものそのまま受け入れるしかないなっていう格好でお願いするんですけども、ちょっと言ってみたら、あ、いいよって言ってくれて、いくつか出してくれたんだけど、その中でね、一番かっこよかった。まあ、全部かっこよかったんで、全部出したかったんだけど、まあ、その中でも特に良かったのがやっぱこれ。すごいかっこいいなと思って、で、今回リリースさせてもらいました。谷本陽子さんデザインのクラウンティーです。なんでクラウンっていうか、ちょっとこう、王冠っぽい感じの雰囲気あるよねっていうところで、まあそれをイメージしながら、ウィールズって名前を入れてくれてるんですね。ウィールズ、バイシクルクラブで、この一番下の筆記体が、実はこれ東京っていう文字になってるんですね。かっこいいかっこいい言ってるんですけど、要するにこれってオンでもオフでも使えるよねっていう感じのものを今回作ってくれたんですよね。だから本当にもう、いつでも来てね、その代わり毎日来てねって言われてるんですけども、すいません、毎日来ますみたいな感じなんですけども、で、今回出させてもらったという感じです。で、ちなみに今回ね、もう本当にカジュアルにいつでも着れる黒と、あと白ですね。動画だと分かりにくいんですけども、結構しっかりここはちゃんと見えてます。こっちなんかほんとジャケットのインナーとかにさらっと着てあげてめちゃくちゃかっこいいんじゃないかなと思うので、バイシクルスーツなんかと合わせて着てもらってもいいんじゃないかなということで、今回白と黒で出してます。まあもうちょっとね、他の色も出したかったんですけども、まあこんだけかっこいいデザインで、しかも主張しすぎないデザインなんで、いつでも着れるって意味で言うと、やっぱ白黒だろうみたいなところで白黒に今回させてもらいました。で、合わせてね、ボディもね、今回ちょっと変えました。前回の谷本陽子さんの T シャツ使ったボディっていうのは少しこうオーバー気味のボディにしたんですね。カジュアル気味に着れるような感じ。今回使ったこっちのボディはアインシュタインとか自転車大好きおじさんと一緒でかなりスタンダードな T シャツという形のボディになってます。なので逆に言うとまあジャストフィットで着ても良い意味でね、普通の T シャツで着やすいですし、あとワンサイズアップとかワンサイズダウンでジャストとかそういう着方もできるんですね。変にこう形が作られてないので、だからそういう意味でこっちの方がね、何にでも合うデザインだったらもう何にでも合う T シャツの方がいいだろうっていう意味で、なるべく無個性な感じにしたので、誰しもが買っていただいたりとか、あとプレゼントでも間違いなく喜ばれると思いますんで、ウィルズ知らない人でもすごいおしゃれだし、まあ、何よりもあの巨匠が書いたんだよっていうところはすごくヒットすると思うので、ぜひね、プレゼントにも使っていただければなと思います。で、最後にちょっとごめんなさい、長くなりましたけど、サイズ感だけ。今僕が着てるサイズが M です。僕はね、多分身長的には M でいいのかなっていう気がしますね。普段だいたい S を着ることが多いんですね。で、海外のサイクルジャージなんかは XS で着ることが多いんですが、そんなにビチビチに着るもんでもないっていう意味では、M で着てもいいのかなという感じです。これちょっと洗ってるんで、そんなにめちゃくちゃ短くはならないんですけども、若干だけ詰まってる気がします。ちょっと S、じゃあ着てみます。はい、こちらが S ですね。S でもよくねって思った方多いと思うんですけど、別にいいんです。僕も実際その前の全然大好きおじさんとか、アインシュタインの時は S 買ってたんで、全然 S でも問題ないんですが、まぁ、ちょっとこういうゆったりめのパンツから合わせる時に、S でもいいんだけど、まぁ、M の方がいいかなっていうぐらいですかね。細身のパンツとかと合わせるんだったら、まぁ、S でもいいのかなっていう感じなんですが、これちょっとだけ洗うと言うほど縮まないかもしれないですけど、でもなんかやっぱりこの丈の長さが若干足りないかもっていう感じがするので、まぁ、M の方がいいかな、でも
S でも別に問題ないかなっていう感じです。じゃあ L 着てみます。はい、L でこんな感じですね。まあ別に全然今っぽくちょっとオーバーサイズで着てるねっていう感じになりますし、まあ僕がよく言っているようなその古着っぽいビッグサイズとかそういう感じにはならないんですね。もともとジャストなサイズのデザインなんで、まあ通常 M が着れる人がワンサイズアップで L 着てもそんなに大きくはならないので、オーバー気味でリラックスシルエットで着たいなという方はワンサイズアップで着てあげてもいいのかなという感じのデザインになっています。なのでね、まあさっきギフトデモって言いましたけども、あんまりこうサイズがシビアじゃないので、まあ T シャツだからっていうのもありますし、まあこのデザイン的なもの、あとこのボディのフィッティング、幅広く対応できるようなボディになってますんで、ちょっとお土産で買ってってあげても喜ばれるかなというところで、おすすめしたいなというふうに思っております。こちらね、女性が描いてるデザインだっていうこともありますけども、女性の方にもね、多分相当可愛く決まると思いますんで、ぜひね、女性の方も検討いただきたいなというふうに思います。S サイズなんか着ても全然大きくないと思いますんで、S、M あたりで選んでいただければ問題ないかなと思います。ぜひね、ちょっと見に来てください。